どうもアムです。よろしくお願いいたします。さあ今日はサムネイルにあったようにですね、まあ物は考えようだなという話をしたいなと思っております。まあ私ですね、まあ年を重ねて、ね、学生時代は勉強嫌いだったのに年を重ねるとですね、よく言いますよね、年を重ねたら勉強が好きになるとかっていう、まあ学校の勉強とは違うんですけど、でも日本史とかもね、年重ねてから振り返るようになりましたし、まあ外国語、韓国語とか中国語もね、独学で勉強してた時期、まあそれはね、今現在はやってませんが、まあ興味を示すというか、韓国語に関してはしばらくの間、まあ3年間ぐらいですかね、一人でずっとやって、なんかそういう時期もありましたし、まあ勉強好きになんか年を重ねるとなるっていうじゃないですか。で、まあ日頃のね、自分自身の成長、人としての成長、まあ人間力みたいな、人としての成長するための勉強は、もう、なんていうんですかね、癖づいて、もう数年ずっと、本当、何かしら毎日、誰かしらの、こう、話を、今 YouTube ってすごいじゃないですか。YouTube 等々、利用させていただいて、いろんな人の考え方とか話を聞くようにしてるんですね。まあ、それも一つの勉強で。で、その勉強のうちの一つで、知識を得て、で、そういうのを意識し始めたことが、ここでどうする？ここでド忘れしてちゃう、勉強してるうちに入んないですけど、頭にはがっつり入ってるんですけど、言葉が出てこなかったんですけど、まあ、物は考えようのやつで、という意味合いで、事実は一つ、捉え方は二つ、ということがですね、田畑俊久さんっていう方がいらっしゃって、そのお弟子さんで中村文明さんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方、のお話から僕は知ったんですけど、ああいいなぁと思って、まあ、出来事はね一つなんだと、事実は一つで、それをまあ買い物はよ、物は考えようってことですね。良くも悪くも取れるって自分次第でね、考え方次第で、で話はですね、まあここ最近の話になるんですけど、我が家ってね、なんかね、すごい不思議な出来事がいっぱい起こるんですよ。不思議な出来事というか、欠陥住宅まではいかないんですけど、でも欠陥住宅というか、まあ、初めて、6年ぐらい住んでるんですけど、初めて越してきて、で、なんていうの？全部入れ替えの、リノベーション、なんていうんだっけ？まあ、とにかく、こう、中心の柱だけ残して、全部きれいにしたみたいな感じの賃貸だったんですけど、だから綺麗にしたてなんですよね、最初に入居した時が。その時になんかドアロック、 U 字ロックって分かります？ドアでこう、普通のガチャプラス上の方になんかこう U 字でこうガチャンってなるやつ、ガチャンって、でなんかちょっと開けてもガコってこう隙間しかできませんよみたいな、 あるじゃないですか。あれも初めて入った時に U 字ロックとこの棒がガチャンって全然ずれてるっていうね、まあ、そんなお家でしてね、まあ、それは直してもらったんですけども、まあちょっといろいろあるわけですよ。でそのうちの一つでですね、なんかね、やたらとですね、昔からですね、雲がね、夏になったらね、ちっちゃい雲いるじゃないですか、なんか大きい雲、なんかもううえうえ雲気持ち悪いみたいな雲じゃなくて、なんかちっちゃい雲、あ雲いるみたいなちっちゃい雲がですね、しょっちゅう出るわけですよ。で今まではですね、なんか別に僕に害をも刺したりしてこないんでいいんですけど、なんかちょっとね、雲がいたらなと思ってずっとね、ティッシュでこう取っては外にこう逃がしてたんですけど、やってもやっても出てくるんですよね。やってもやっても出てくる。でそのなんか、ああまた雲がいるってこうね掴んでね、で掴むのももう雲って素早いからちっちゃいんですけど、僕の手をスッとすり抜けるわけですよ。それをね、これで捕まえては、外に逃がして、で戻ってきたらまたいるみたいなのを繰り返したらですね、なんかね、ふと思ったんですよ。うちペット不可なんですよ、ペット不可でも、なんか犬、ワンちゃん大好きで、ペット欲しいなと思ったんで、
もうこれはペットと思おうと思ってですね。そしたらですね、その切り替え、もう雲が出るっていうのはもうね、多分ね、どんだけこう、どっかに行ってってやってもね、出てくるんですよ。もう数年そうだから、夏になると。こうなったらもう飼ってると思うと思って、こう思考回路をですね、それで勉強してきたことで習慣づいてることをね、利用してみたわけですよ。そしたらもうね、出てきたら嬉しいの嬉しいの、ああおはようって、ね、クーモって名付けてんですけどね、クモだけにクーモと名付けてんですが、おクーモおはようってね話しかけてんですよ最近は。だからね、やっぱ物はね、考えようだなってね、実感してますよっていう配信でした。はい、ということでこれを本当に使えますから、よかったら皆さんも使ってみてください。なんかね、もう変わらないことでね、なんかイライラしたり悩んだりするのはね、やっぱね損ですからね。変わらないものに対しては自分のアンテナを良き方向に向ける、これね、すぐはできないです。僕も数年かかってですから、日頃の行い、数年かけてやっていくものですけども、まあちょっとね意識して、今日から始めてみるのはいいんじゃないでしょうかというお話です。ということで今日もね、良い日にするということでよろしくお願いします。じゃあね、またね、ありがとう。